第3節、前小めと、あと小めを組み合わせた体位。A 状態を、前と後ろに伸ばす体操1混合ザ、日本流の正座で座ります。息を吐きながら、膝の上の両手を床につけ、手前に滑らせながら前に進め、ゆっくり、状態を前に倒していきます。2状態を前に倒していき、最後に、角が床につくところまで倒します。 この時尻が足の裏から離れて浮き上がらないようにします3個の体位を1分間くらい自然呼吸で保ちゆっくり息を吸いながら元の体位金剛座に戻ります41分間くらい正座して心を落ち着けてから今度は上体を後方に倒していきますまず片方の肘を床につけてから次に もう一方の肘を床につけます。小肘に体重をかけて、ゆっくり、上体を、さらに後方に傾けていきます。このとき、大腿部が痛くて突っ張るよう。なら、上体を傾けるのをやめて、その位置で体位を保持します。六甲頭部が床についたら、両腕を、手のひらを下にして、体に沿って伸ばし、 この体位をリラックスして1分くらい保ちます。静かに元の正座の体位に戻します。蜂上体を後ろに伸ばす体操は、初めのうちはかなり難しいものです。腰は太鼓橋のように反り返り、膝は床から浮き上がって互いに広く離れます。これは、いかに足と腰の筋肉が縮んでいるかを示しています。 理想的な体位は両膝がくっついたままで床につき腰は反らないで床に隙間ができないようにすることです初めのうちはこのような体位を作ることは難しいので無理しないようにします B 足と手の体位1足先を揃えてまっすぐ立ち胸の前で両手を揃えて合掌します2ゆっくり息を吸いながら両手を 頭の上に肩に伸ばしてゆき手のひらを前に向けながら顎と胸を突き出し上体をできるだけ後屈します無理は禁物ですから可能な範囲で後屈してし下さ3息をいっぱいに吸い込みできる限り後屈した姿勢で2から3秒静止します4息を吐きながら後と小止めの姿勢から徐々に体を ままっすす。ぐのの正立ての位置に戻します今度は息を吐きながら上半身の力を抜いて両手を下に下げながら上半身を徐々に前屈していきますできれば両手で膝から下の硬い部を抱きかかえるようなところまで前屈します無理は禁物ですから可能な範囲で前屈してください決して無理はせず あともも前小も可能な範囲で行います。膝が曲がらないようにします。できるだけ首と両手の力は抜いて行います。反動をつけていってはいけません。この体操を3回くらい繰り返します。シーツルの体位。一まっすぐ立って後方の尻の後ろに両手を回して組みます。に少し顔を上に向けながら息を吐き出します。 3静かに息を吸い顎と胸を突き出しながら上半身を後ろに反らせ組んだ両手を下に下げながら後駆使してゆきます4可能な限り後駆使した姿勢で2から3秒間静止しますが無理はしないようにします5この姿勢から息をゆっくり吐きながら体を徐々に起こしてまっすぐに立ちさらに体を前駆使してゆきます この動作と同時に後方で組んだ両手を後ろから上措して前方へ回します。6できれば額が足につくまで前屈しますが無理はしないようにします。両手はできるだけ全下方にしっかり伸ばし息を吐き切ります。75回呼吸したらゆっくり元の姿勢に戻りリラックスします。3回くらい繰り返します。